りとか来るじゃん。それで間に合うじゃん。そんなには減らないってことでしょ、うん、簡単に言えば。うん、大変なこと。減ってしまったら、金減ったら別にあのガソリンスタンドでもオートバックスで行けば。あ、それはね。売ってますから大丈夫ですよ。心配いらない。あ、それはね。何も心配いらないって。スカイライン、女の人が今日乗ったの。女の人も乗ってきたの。何、うん、スカイライン。あたまたまか。そりゃ知らないけど、いつも行ってるわけじゃないから。そりゃ女の人も乗るんだ、奥さんが。通勤で使ってないよね。通勤で使ってないよね。うん、使ってない。だからね、奥さんがお使いに行ったりするのに乗るんだろうって。あ、ここで通勤座って乗るだけでしょ。うん、うん、えシルビアがプリウスがたまに行くけど、わかんねえ。毎日乗ってんの俺だけでしょ、通勤で。マジでわかんない。通勤で毎日動いてるのはそのプラザとうちのだろだけだね、この辺だね。うん、プリウスがたまに行くだけだもんね。うん、そのプリウスは止まってる時の方が多い。